第2話では原作改編が大好評チャンソーマン ということで、先日、チェンソーマン第2話が放送されたんですけれども、いやー、今回もとんでもないクオリティでした。第2話はチェンソーマンに変身することはなくて、主要キャラクターの紹介がメインになっていたんですけれども、お、ま、の、あの性格が見え隠れする日常と、この掛け合いの面白さっていうのが抜群でしたね。ということで、今回はそんなチェンソーマン第2話の感想を、所々ね、原作と比較しながら話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずはじめに、マキマさんに連れられて、パーキングエリアで食事をするシーン。原作だとここ、筋肉の悪魔っていうのが現れ、 れてデンジがね2度目のチェンソーマンとなって倒すシーンがあるんですけれどもアニメだとねここは大胆にカットされておりましたまあ、これによって1話の中にこの秋とパワーを組み込んだのがすごく大きいなと感じましたアクションシーンは減ったんですけれどもその分ねまキャラクターのそのパーソナル部分を補強するシーンというのが多く追加されていて非常に良かったですね割とちょっと感想を調べてみてもここら辺のカットについては評判がいいなと思いましたで、うどんのシーンがね完全再現されていて笑いましたねマキマさんに連れられてデビルハンター東京本部に連れて デンジはですねまあ、先輩の早川亜紀を紹介されることになりますまあ、ここね原作だとネクタイ締めてるんですけれどもあのデンジがっていうねすごい結構ね違和感もあったんですけれどもねまあ、アニメの方だと締めていない っていうのはですね、すごく自然で良かったですね。まあ、さらに、締めていないことによって、こう、マキマさんがね、デンジのネクタイを締めてあげるっていうシーンが追加されていて、こうさもね、犬に首輪をつけるかのように見えるのが本当に良かったですね。男と喧嘩するときには股間しか狙わないデンジの清々しいシーンまでのクズっぷりが気持ちいいですね。人並みの生活を続けるために戦うデンジの言葉っていうのがすごいかぶいていて好きなんですけれども、そんななんかカッコつけた後にまたやり合うっていうこの緩急の良さですよね。最強のパンができちまったぜ。秋とデンジは共同 生活を送ることになるんですけれどもこの秋のね家に居候したデンジのこのなんか暴虐無人っぷりが最高でしたね、まあ、その後2人は魔人を借りに行くんですけれども、まあ、ここでですねそのデンジの義務教育を受けていないっていう発言を受けて原作の方だとちょっと引くような表情を見せた秋なんですけれども、まあ、それに対してこのアニメっていうのはデンジの境遇を察した表情を見せて、まあ、そこからね魔人についての説明をしていくんですけれども、まあ、こういう一連の流れからこの先輩としての優しさみたいなのをね感じさせれるような なががされていいいいたたのがすごくいいなと思いましたでこの後の電磁がめちゃくちゃいいんですよね。この夢のようないい生活を手に入れて、まあ、ゴールしてしまった電磁なんですけれども、それとは逆に色々なもののために今もなお追いかけ続けているものたちっていうのがね、対比されて描かれていくわけなんですけれども、この電磁っていうのはね、そういうものたちを見たときに自分の新たなゴールっていうのをね、掲げることになるんですよね。で、ここがですね、すごいしっとりとした雰囲気なんですけれども、それとは裏腹に、この下半身とね、脳が直結しているかのようなンジの 考え方っていうのがめちゃくちゃギャップあって面白いんですよねまあ、これ普通のジャンプ主人公だったら大きな目標を掲げるところなんですけれどもこれ人としての欲っていうのをね何よりも優先しているっていうのがすごい魅力的に感じましたわしの名はパワー パワー魔人がデビルハンターやってもいいのか胸をちらっと見て。まあいいか、よろしく。まあ、このパワー登場前に、デンジのパーソナルな部分っていうのを見せているから、この展開っていうのがめちゃくちゃスッと入ってくるんですよね。まあ、そして最後は、パワーのね、制御不能な暴れっぷりっていうのを、アクションを抑えめの回だったので、最後ね、ド派手なキャラクターの魅力っていうのを、アクションシーンで見せるっていう落ちの付け方が最高に決まってるなと思いました。ということで以上、チェーンソーマン第2話の感想だったんですけれども、いや、2話めちゃくちゃ良かったですね。今回の第2話っていうのは、カットやね、追加なのでアニメならではの感 感がすごい出ていたんですけれどもまあ、それらが全てがね見事にハマっていてすごいなと思いましたでクオリティもね相変わらず劇場版でシリアスとコメディっていうのがすごくバランスよくできていて個人的には1話以上に好きでしたね皆さんのメインぜひともコメント欄にお願いしますそれじゃまた